はい、こんにちは。アップライジング宇都宮店です。本日もおすすめの商品紹介していきたいと思います。今日も宇都宮店タイヤばかりですごいです。タイヤばっかり、お、ここに来るとホイールばっかりになりますね。あ、ここになんか誰かスタッフみたいな人いるんで、どうしたんですか、様子がちょっと。あ、こんにちは。あれ、あ、もしかして伊沢さん。お久しぶりでございます。こんにちは。私、アプライジングの伊沢と申します。お、久しぶりですね。こちらは毎度おなじみ、ゆなちゃん。はい、こんにちは。こんにちは、ゆなちゃん。相変わらずですね、はい、はい、今日は何ですか。今日ですね、なんと、はい、見てください、このカラー。お、見てください、このカラー。何ですか、このカラー。なんとこれ、自家塗装。自家塗装、自家塗装、はい、え、アプライジングでこんなことも。アプライジング、これ萩島エメラルドグリーン的な。ごめんなさい、これもともとこんな感じですよ、もともと。え、これこんな、これがちょっと傷が多かったんでね。これがこう。そう、これがこう。これがどうですか、これ。これ 夏を感じさせる、すごい涼しいですね、カラーになってますね。いい感じ。ちなみにホイール名、はい、ドン。何、あと、ウェッツのクレンチェ。おー、クレンチェ。ビシェヌ。あ、ビシェヌでございます。ビシェヌ、おー、なるほど。サイズが20インチの 9.5J、 PCD が 114.3 の血数が5血、インセットが33のハブ系が73になりますね。はい、はい。ちなみにお値段は、お値段はこれ高いと思うんですけど、はい、なんと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 、見てください、10万切っちゃってるんです。高くね。あ、嘘です、安いですよね。はい、安い、え、安いですか、これ。本当は、本当は、本当高くね。まあ塗装しちゃってるんでね。そうですね、塗装代も込みで10万切っちゃってるんで、うん。クレンツェって高いホイールですか。クレンツェやっぱいいホイールなんで高いんじゃないですか。僕はあんまり知らないけど。え、知らないんですか。はい、知らないけど、そう。いや、見てください、このカラー。はい、というわけですね、我々こう自社で塗装もやっておりますので、そうですね。まあ、みんな傷ついちゃったり、まあ、心が嫌になって色変えたいなって時は、ぜひこちらの当店までお越しいただければと思いますので、詳しくはアップライジングで検索。検索。